第31回全国中学校駅伝は17日、滋賀県の希望が丘文化公園で行われ、熊本県勢は女子、5区間12キロ、の拓馬が43分51秒の7位で同校初の入賞を果たした。男子、6区間18キロ、の松橋は59分2秒で9位だった。京山、岡山、が男女共に初優勝した。男子は58分3秒、 女子は42分16秒で、男女同時優勝は第26回の桂、京都以来2度目。2年連続2度目の出場の卓馬は、1区宮崎花風が10位発進。2区島本花野が順位を一つ落としたが、3区川上里穂と4区川上類の追い上げで6位に浮上。アンカー大似た夢も粘って入賞権を守った。4年ぶり7度目出場の松橋は、 1>, 1区で35位と出遅れたが、2区深い龍之介が13人抜き、続く3区高村雄人が9人抜きで巻き返した。11位でたすきを受けたアンカー富永永紀愛も2人をかわして、8位入賞にあと4秒に迫った。部活動改革に伴い、今大会から地域クラブチームの出場が認められ、男女各1チームが初出場。男子の茨城 AC、大阪、 は4位入賞した初入賞にも心晴れず女子の拓真は1年生アンカー大仁田夢が最後のトラック勝負で4人による4番手争いに遅れたスパートについていけなかったし表彰台にも立てなかったスタミナ面を鍛えたい同う,う初入賞となる7位にも心は晴れなかった1区の宮崎か楓は序盤大実弾の先頭を引っ張るなど健闘 首位と25秒差の10位発進すると、2区で11位に下がったが、混戦の上位争いに食い下がった。浮上の盾役者となったのは川上姉妹だ。妹の3区川上里穂は、前を走る人をうまく風よけに使えた、と冷静に力を温存。残り500メートル付近の上り坂で先行する選手を抜き去るなど区間5位の階層で8位に押し上げた。姉の4区川上類は一点。 最初からスピードを上げた。良い流れを止めずに二人抜き、3位との差を12秒に縮めて6位で大仁田にたすきを託した。各チームのエース級としのぎを削る中で、大仁田は一時4番手に上がってみせた。ただ最後は九州大会で破った上村学園、鹿児島に抜かれるなど競り負け。仲間たちは、もう少し、自分がタイムを縮めていれば、3位に入れた。 一口を揃えて責任を分け合った。萩原良平。